鎌倉よ夏夢の夜二重と覗け誰の心も悲しみ闇に溶けてゆく砂に涙を夏の日を言葉もいらない日陰じゃて場合は江ノ島の方ちょっとまた遊びに行ってきて、江ノ島は空いてましたね。雨降ってたってこともあるけど、まあ多分あっちの方、まあ鎌倉、まあ江ノ島は藤沢市ですけど、あっちの方は6月がやっぱり一番ハイシーズンなのかな。あの海水浴の季節かと思ったら、それより6月の方がまだ混むらしいですね。あれ、アジサイの時期が一番いいらしい。まあそのこともあって、江ノ島にちょっと避けるような意味もあって行ったんですけど、江ノ島から好きでしたね。時間、まあ午前中に着いたこともあるんでしょうけどね、ほとんどいつも何分の1みたいな人出ではありましたけど、アジサイも結構いいんだっていうんでちょっと見に行ったんですけど、上の方、まあそんな、まあこっちの方も田舎なんでね、アジサイ普通に咲いてますからね、そんなに変わったあれでもなかった。まあもちろんアジサイ自体はすごく綺麗でしたね。いろいろ写真撮ったりしながらブラッと歩いて、その後、まあ、稲村ヶ崎歩いたり、いつも通り鶴岡八幡お参りしたりしましたけど、あの鶴岡さんの方はもう修学旅行の子供がうじゃこうじゃこいて、一般の観光客はそんなでもないと思うんですけど、まあとにかく子供がうじゃこうじゃこいて、もうすぐ退散してきましたけどね。あれがもっと天気良かったら多分まだまだそれ以外のね、あの観光客なんかを見て、やっぱ鎌倉の方はこの時期はやっぱすごいいいんでしょうね。もうちょっとっていう感じですけどね、でお昼は江ノ島、上まで上がって降りてきて、入ってちょっと坂上がったあたりにある天海さんっていうところでお食事をいただきました。これがね、金目かな、金目しらす丼、奥さんが、トビオだ、トビオしらす丼で、俺が釜揚げしらすのを食べましたけど、しらすの方はね、やっぱりね、あれはね、ちょこっと食べるもんじゃないね。あの、ガーって山に持ってさ、飯の上山に持って食べるような、多分それが一番うまい食い方なんだろうね。ちょこんと上品に乗ったしらすってあんまり、まあ美味しいは美味しいんですけど、そんな食べたって感じはしないんですけど、しらすの方はまああれだけど、刺身はね、金目とトビウオの刺身はまあうまかったな。やっぱり海のそばいいな、あれ。刺身は食っても食ってもヘルシーだからさ、あんだけうまくてさ、やっぱり海いいですねと思ったの。江ノ島行くと、よくあの真ん中のね、坂道をバイクとか軽自動車なんかが割と頻繁に行き来するんだ、あれ何なんだろうなこれと思って、いつも避けるたびに思うんですけど、あのどうもあの、まあまあ全部そうじゃないんですよけど、あの漁師さんなんかがね、あのそういうお店にお魚運んできたりするみたいですね、カブのって。でそういう、まあお魚だけでもないんでしょうけど、いろんなものそうやって運んで上がり下りしてるみたいですね。あのバイクあれなんだと思って、あの店先でね、お魚運んできて、おじさんが水槽っていうか、まあ、いけすに入れてましたから、あのバイクなんだなと思って、天海さんのまたあれもお魚もとっても美味しかったので、ぜひ、まあ、他にもたくさん美味しい店ありますけどね、行って新鮮な魚を召し上がってみてください。